やぶんぶんです。今回は我が家の着物の収納をちょっとご紹介したいなと思っております。なかなか自分のタンスを他の方に見せる機会ってないのでちょっと恥ずかしいんですけども、お着物着る人の一例として見ていただけると幸いです。それではどうぞ。こちらが私の着物の収納の棚です。普段はこうやって日よけのために布をかぶせています。それでは開けてみます。詰めすぎです。一応衣替え的なものはするようにしてて、ここには今夏物一重とか薄物が入っていたり、ここはちょっとお気に入りの合わせと、ここもお気に入りの合わせたちと一重の着物たちが積んであります。基本的には多頭紙に入れて収納するようにしています。やっぱり多頭紙はお着物の湿度を管理してくれるらしいので、カビ予防として入れています。ただこうやって横から見た時にこれめちゃくちゃ積んでるので、こう 何が入ってるか分かんなくなっちゃうんですね。なのでこうやって横だけ開けてしまうようにして、この置物はあこれだなってすぐ分かるようにはしております。ちょっとしてないのもあるんですけど、これがないともう何が何でみたいな感じで全然分かんないので、はい、こうしています。こんな風に積んであるんですけど、ここに置いてるケア用品みたいなやつが、まずこちらは防湿防虫衣装用のひじり香っていうお香です。このビニールに入ったものを使うんですけど、これをシャカシャカって振っていただいて、ここに積んであるところにシュッて入れていただくだけで OK みたいです。防虫剤って結構洋服用のやつとか昔使ってたんですけど、匂いが割と気になっちゃってて、いいのないかなって思ってた時に、これはすごいいい匂いがするんですね。お香だと思うんですけど、はあ、いい匂いです。これにしてからお着物に匂いが移っちゃってても、すごい気に入った匂いなので満足しています。で、注意事項としては直接衣装の間に入れてはダメみたいです。なのでこうやって上からシュッて、上にシュッて積んでやるだけになってます。で、もう一つこちら、これは炭鉢っていう炭が入った袋です。めちゃくちゃでかいですね。室内用調湿木炭と書いてあります。なんかこの炭が湿度が高い時は吸って、低い時は出してくれるっていう機能があるみたいで、これを部屋に何個か置いてます。こんなでかいの置けないよっていう方は、ちっちゃいサイズもあるので、そっちがね使いやすいとは思います。私はしっかり対策したいなと思ったので、大きいやつをいくつか買ってます。いや、こんなに持っててね、ちょっとどうするのって思うんですけど、コレクターだと割り切ってはい、集めちゃってます。でも、もう全然足りなくて、収納場所がちょっとどうしようかなって思ってます。あ、この棚は無印良品のユニットシェリフっていうもので、この引き出しだったりとか、この棚にするだったりとかは自分でカスタムできる商品になってます。この幅が80センチぐらいで、着物用の多頭紙の長さがだいたい85センチとか86センチだと思うので、はみ出てはいるんですけど、ギリ収まってると思ってますで、こちらが帯とか短い長さのものを入れてます。さっき の下の部分です。今は夏物とかをここに置くようにしてます。帯は窓がついてるものが多いので、前の部分は開けずにしまっております。あと
着物より出しやすいんですよね、こう短いからだからいちいち見てます。基本的にはお店さんでつけていただいた多頭紙を使いたいなと思ってるので、多頭紙じゃないお店さんの場合はこういったビニールのものをそのまま使わせていただいています。ビニールはやっぱりすごい楽です。中身が見やすいのですごく楽なので、いずれ全部ビニールにしたいなと思いつつ、和紙の多頭紙の力保管力をちょっと信じているので、今のところ和紙の多頭紙多めとなっております。さっきの調湿用の炭の袋はここにも置いてあります。保管用の多頭紙で自分で買っているものはこちらを使ってます。こちらは和紙でできた多頭紙で、私が買っているところは折らずに、長い着物用のものも折らずに発送してくれるのですごい気に入ってます。で、和紙の多頭紙って紙でできた多頭紙よりはちょっとやっぱり値段が高くなってしまってる印象なんですが、これはすごくリーズナブルで10枚セットで1430円、税込み1430円でした。窓がついてるので閉まっても何が入ってるか分かりやすいので気に入ってます。帯用と着物用の長さがありますが、どっちも同じ値段です。概要欄にいつも買ってるもの載せておきます。あー、いっぱいあるなーって思うじゃないですか。ただね、ここだけじゃないんですね。ここだけじゃないんです。こちら押し入れの上の方の棚となっております。冬物が今ここに置いてあります。合わせですね。ちょっとあっちの棚に入りきらなかったので衣替えをちょっと行うようにしたので、こっちに冬物が置いてあります。さっきと同じように奥の方に湿度の管理の袋が多分2つか3つぐらい置いてあって、上のところにはひじり粉を置いてあります。湿度が下に溜まりやすいので、なるべく上の方に置こうとは思ってここに置いてあります。そしてここが半幅とへこび置き置きコーナーです。こんなとこ見せていいのかっていう恥ずかしさはないのかみたいな気持ちなんですけど、お見せします。ここにさっきの炭の袋が置いてあります。もう暗すぎて何も見えてないんですが、ここには帯が置いてあります。短い系の多頭紙に入った置物と帯ですね。主に冬物です。ちょっとここはさっき湿度が下に行くからみたいな話をしておいて、下に置いてんじゃんみたいな感じなんですが、私の手持ちの中ではお休めというか、ちょっとリーズナブルに手に入れたものをこちらに置くようにしてます。どうしてもちょっと根が張ったものを大事にしてしまいますね。そしてこちらの棚がウールコーナーになっております。全部ウールです。私ウールの着物大好きなのでめちゃくちゃ集めてますね。これはちょっと帯とか入ってますが、特にこれが気に入ってます。見えないかな、幾何学っぽいやつですね。いっぱいあるんですけど、ウールは絹物と一緒にいっちゃうと虫食いが起きるっていう、ウールはお虫さんがね大好きだと耳にしておりますので、そのためにちょっとウールは隔離しております。でもウールも基本的にはひじり粉さんで虫除けをしております。買った時に虫食いがされてたものは持ってるんですけど、私の家に来てからこの保管方法で虫に食われたことは未だないので、一応ね大丈夫なのかなとは思ってますが、本当はウールも多頭紙とかに入れてちゃんと保管したいなとは思っています。ただ今のところちょっとそれをするスペースがないという現状です。2番目の棚、ここには帯が入っております。
ここにもひじり香さん入っております。ここはちょっと大事ライン、めちゃくちゃ気に入ってる帯たちが入っております。主に合わせの帯が入ってます。ちゃんと多頭紙に入れてしまっております。一番上にあるのはこのお気に入りのタバコ柄の帯でした。で次がこの4番目の棚両方取っ手が取れちゃってますね。ここには半襟とか帯揚げ、あとはステテコ類ですねを入れてます。半襟はだいたい色ごとにちょっと畳んでしまってあります。手ぬぐいのものとか、そうですね、絹のものも一緒に入ってます。こっちは帯揚げコーナーで、ステテコ、こちらがヤヤさんの絹ステテコです。ここら辺も試しに買ってみた夏のね、捨ててこがいっぱい入ってます。これがシアターインビさんのキルタンサス、帯飾りですね。こんな感じで一部屋小物類で占領しております。本当はもっとね、いい収納をしたいんですけど、なかなかスペースもなくてここにしまってあります。本棚に帯留めを置いております。本棚に置くなよって思うかもしれないんですけど、ここに大塚呉服さんのガラスの帯留めとかちっちゃいもの入ってます。ピアスも入ってます。でこれがちょっといいやつ、下の段にややさんで購入させていただいたお気に入りの竜のね帯留めが入ってます。でこちらが最近ウィングさんで購入させていただいたかわいい帯留めです。帯留めで私全然持ってなくないですかって思ったので、最近ちょっと今年は、残り今年は帯留めもね集めていきたいなって思ってます。2023年夏現在の私の着物の収納をご覧いただきました。正直全然納得いってなくて、この幅が足りてない棚とか、ちゃんと足りてるやつにしたいって思いますし、なんなら切り出す欲しいってずっと思ってるんですけど、スペースとちょっとお金の都合でこんな感じになっております。まあでも今のしまい方でも、虫食いとかカビたりとかはしてないので、ひじり香と炭鉢、炭の袋が、まあ、結構効いてくれてるのかなとは思っております。なのでスペースなくてちょっと雑多に置くしかないよって私みたいな方は、その2つでだけでもちょっと試してみていただきたいです。あとはやっぱり横のスペース取っちゃうんですけど、多頭紙に入れてあげるのがお手入れというか、まあ、大事にしてあげる一歩かなとは思ってます。いろんな保管方法があると思うので、もしおすすめだったりとか、こういうのもやってますとかあったら、ぜひ教えてほしいです。おすすめの棚とかもあったら教えていただきたいです。なかなか、キレランス以外で着物を置く棚って考えると、結構大きいですし、サイズとかもちょうどいいのがなくて、ちょっと未だに探してる途中です。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもお待ちしております。